おはようございます。はい、おはようございます、はい。本日は夏休みがあと2日ほど残っているので、はい、それを消化しようの回でございます。私は労働基準法に引っかかりそうだと。働きすぎだろ。9月にもなったのに、一般的になんかもう猛残暑と言われているぐらい暑い日が続いているのですが、まだ平地が全然キャンプできる状況にないので、また私たちは高原に逃げたいと思います。上がるってね。イエーイで今回私たち、4連休になるので、うん、最初の3日間ですね、2泊3日使ってちょっと遠出をしようと思っています。はい、場所は長野県の方の高原のキャンプ場さんです。はい、初めて行くね。うん、初めて行くとこ、ずっと行きたくて、Google のあの行ってみたいとこリストみたいなところに溜め込んでました。では本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すっごい渋滞してる。行くか。はい。本日2回目の休憩。なんか平日なのに事故ったり工事してたりで全然つきません。食べたい。通行止めじゃん。通行止めですね。じゃあやっぱ鬼の引きに食べます。お昼食べます。はい、鬼ランチ。まだまだつきません。はい、頑張ります。はい、キャンプになりそう。な、行きましょう。行きましょう。一番後ろに生ビールあります。そう。よし、やっていくか。できましたね。はい、1時間運転お疲れ様でした。もうね、渋滞事故事故渋滞事故みたいな感じでね。えらいやったひでえ。あれニュースになるよね。あーね、あーすごい事故だったもん ね。いや無事に来れてよかったわね。でもおかげで、めっちゃいい景色が、そうなんですわ、見れて嬉しいです。超綺麗ね。穏やか。今日なんとですね、あんな月の最高なんですね。そうなんです。とんでもないですよ。ちょっと奮発しました ね。さあ普段のキャンプいくらかけてんのっていう動画を出した次の週の動画とは思えない。本当に話し具合がすごいよね。何も考えてない。カメラ乗れるってポチって。こんなんだからダメなんだ私。いや本当ね。これあの今日の我々の船です。ちゃんとライフジャケットとオールも貸し出してくださって、あと時間が決まってるんですよ。そう、あの朝7時から夕方16時半までは自由になれますよっていうプランです。うん、私たち来るのが遅すぎてちょっと今日乗れないんですけど。あのもう渋滞と事故が悪い。本当に。でも朝楽しみますね。朝いいよね。絶対楽しいよね。ちょっと夕方は楽しめませんでした。はい、まあ、朝のは気持ちいいと思います。うん、暑いしね、まだね。ね、今日は、はい、シーシーとカープでございます。もう完全に雨降んないみたいなんで、合体はせずに、ここで張って、まあ、近い場所に張ってるので、そんなに仮に雨降っても、びしょびしょにはならないかなぐらいの距離感で。はい、真ん中で、ポールパン立ててるんですけど、それから張り出す、屋根みたいな感じで張り出すようにして、同じ長さのポールを立てました。間の屋根になってます。うん、多分ね、雨降ったりとか
喋らせるときは絶対やらない方がいいやり方かもしれないんですが、今日はいいことに、雨も風もない予報なので、うん、こんな感じで撮影させていただきました。はい、まあ後ろあんま人通ないと思うけど、目隠しも兼ねて、はい、目隠しも兼ねて、はい、という感じにしてみます。いいですね。まあ、今日のもろもろは全然変わりません。普段通りです。はい、いつも通りです。はい、じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。もう5時過ぎてますが、はい、まあ遅かったんでね、乾杯したいと思います。簡単に食べて飲んで、うん、ご飯も準備しましょう。はい、はい、今日のおビール、今日のビール、パッケージかわいいね。かわいい、めっちゃかわいい。初めて見たタイプのやつだったので買ってみました、うん、はい、赤い方がアップルホップ。うん、アップルホップだった。だって長野といえばさ、リンゴだ、リンゴみたいなところ。確かに、あ、すごい、本当にアロマがアップルだった。へぇ、私の方はダン…え、デュンケル…デュンケルバイゼン、デュンケルバイゼン、デュンケルバイゼンです。バイゼンか、はい、いいね。これすごいんですよ、手回しで開けられるやつね、なんか瓶と見せかけて、よし、開けるんだ。ヘイツ、おぉ、本当、あ、めっちゃ簡単。あ、あ、大丈夫か。あー、ちょっと飲むか、うん、じゃあ乾杯。乾杯、はい。うまい。あ、本当にほのかにリンゴの香りが。あ、そうなんだ、すごい飲みやすい。どうぞどうぞ。うん、美味しい。あ、本当だ、なんかワインみたいね。あれ、なんか前回も同じような私が感想を言ったような気が。本当にワインっぽいね。そうそうそう、果物の香りというか、そう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 、おしゃれ、美味しい。で、おつまみ、まあ、ちょっとすぐに晩ご飯にしちゃうんですが、はい、おつまみはですね、こちらの刺身用味お作りをいただきたいと思います。今日行ったところはどこだっけ。ですね、デリシアさんですね。デリシアさんか、はい。ちょっと本当は別の地元の飯田市発祥のスーパーマーケットに行きたかったんですけど、ちょっと無理だったんで手前の方で買っちゃいました。はい、でもデリシャさんめっちゃ店舗綺麗だった、うん、いただきます。はい、長崎石鹸さんだし、おう、うん、美味しい。うまっ、幸せ。そう、私は今ダイエット中なので、まあビール飲んでるやんって感じなんですが、ちょっと揚げ物とかを控えてるんでね。めっちゃことやっちゃった。示し合わせたよね。でもさ、ちょっとほらフェイスライン変わったくない。いや、全然見違えるように変わった。めっちゃさ、動画本当に20秒になっちゃってさ、一時期終わったと思ったんだよね。終わった。これは やりすぎたと思ったんだよね。ここ2週間ぐらいちょっと頑張って歩いたり、筋肉の筋トレしたりいろいろしてます。いや、ちゃんと効果出してるな、すごい。キャンプね、太るよね。え、違うの、これ私多分キャンプのせいだけじゃないの、毎日飲んでた。ああ、そうね、ここ2ヶ月ぐらい夏暑いし、結構仕事が忙しくてストレスが溜まってるんで、毎日飲んでた。本当にそれは良くない。夜の酒飲みすぎも良くない。なんかね、断酒はしてないんですよ。金土日は飲んでもいい気にしてて、他の月火水木は絶対に酒飲まない決めてて、はい、ちゃんとやってる。そうらしい。急にやめてびっくりしてる。私も飲んでかついでいってるけど。じゃあ君は飲んでもいい。いや、一緒に飲む方が美味しいからいい。あ、そうですか、優しい。大丈夫です。涼しい。急に涼しい風が、本当に一気に気温下がってきたね。でもね、まだ29度。まあ、うん、パンと下がるね、今日。いや、金曜日静かですね。本当になかなか遠くて、多分そんな頻繁には来れないから、うん、楽しみますね。はい、のんびり過ごそう。水場に行きます。はい、水場に行きましょう。はい、涼しい。クーラーいらんやん、ね、絶対これ。いや、気持ちよく寝れそうだね。こちらが水場。あ、本当だ。え、お手洗いがこの回ったところにある。お水はここで、こちらがお手洗いでございます。
ケースも使ってくださって、綺麗よね。ね、明るいっす、ね、どう思う、屋台みたい